ごめんね、みんな不甲斐ない思いさ、なんかみっともないの見せちゃって、ほんとごめん、すげえ恥ずかしいよ。ガルバン、もうゴジラ前に仕事だから、とりあえずもうそこに行く。あの広場みたいな。広場。オッケー。お疲れ様です。もしよかったら。帰ります。あ、いたもんな。しんどいよ。から元気。お前寝たかった。結局3日寝んかったから。今日ありがとうございます。お疲れ様です。でもニコ生やるけど。やるんだ。ホテルから。うん、ホテル。リスナーさん多分。お疲れ様です。でも俺多分3分 3ラウンド思ったんだ。いや、2ラウンド目から、2ラウンド目中盤からきつくなって、2ラウンド目後半からきつくなって、3ラウンド目は記憶ない。マジ。っていうかね、あと、多分動けんだよ、普段の動きだと。すげえ今日上がって、緊張してたの。だから、なんか、その、試合みたいに。もっとおるもんな、でも。もっと動けるよ。だから今日調子悪いよ、本当に。すげえ不調だった。違うんだよ。普通ちょっとはだいぶまずいと思うよ。これまずいよ。空気読んでないよね。だいぶまずいと思うよ。いいじゃん。だってさ、仲いい奴らがさ、試合やって何が悪いんだと思うの。別にリングで見せればいいわけじゃん、いい試合を。なんか、その、嘘くせえ台本書く方が嫌だ、俺は。今日、ふわっち重い？仲いいよ。なんか嘘くせえ喧嘩とか嫌なんだよね。リバーブロー痛えな。別に仲いいやつ同士とか戦うでしょ、プロのリングで。あ、人間いるよ。あ、マジでリバーブロー痛えな。てか会長とやると思ってなかった。俺ドルさんとやると思ってたから。会長うまいよ。え、やんなかったの会長と。超やりづれえよ。いや、疲れてるっていうか、もう、痛いっす。リバーブロー初めて経験です。痛い。もうずーっと。金的はマジ、ちょっと入ったぐらいだったけど、普通に痛かったよ。アドレナリン出てたから、まあ、あれだけど、痛いっつうか、うーって、こう、金玉が上がってくるの。青山、スタミナと瞬発力とスピード、反射神経全部いいね。ドルさんがプロになれるっつったよね。さっきオフでね。お前本気でやったらプロになれるぞ、つって。なんかリーチが異常に長いん。当て感がいいんでしょ。会長うますぎ。あ、本当ですか、ええ、ありがとうございます。今、なんで今、ふわっちで、セゴロって言って。和道さん、和道です。ですよね。はい。ありがとうございます。緊張です、はい。はい、ありがとうございます。はい。もしよかったら、僕、今、1万人の人に会うっていう旅をしてて、ええ、でもしよかったら、カウント1カウントしてもいいですか。ツイッターとか出ていいんで、はい、カウントしてもいいですか。ランディさん、芸人さん探しましょうか。あ、本当ですか、はい、あ、あるじゃん。ランディさん、ランディさん、ランディさん、なんか、おー、すごい。あ、そうなんですか。YouTuber、ニコ生主の有名な。初めまして、和道と申します。ちょっとカメラ映していいですか、今生放送中なんですけど。
どうも、ランディさん。あ、ランディ王様だし、イエーイ。今、リアルタイムで500人ぐらい見てるんですよ。あ、そうなんですか。あれ、すいませんね。こんな人間が多分、拒絶反応示す人間が。ピアスやばいっすね。いや、そうなんです。ボケ何個ぐらいつけてるんですか。ボケも50です。50です。はい。50はいてる。すげえ。すいません、ほんと。拒絶反応。大丈夫です。いや、みんなすげえとか、ここ、リアルタイムのコメントなんですよ。やばすぎるとか、ピアスすごいとか。あ、そうですね。歌舞伎町だと、こういうやつばっか、まあ、ばっかじゃないですね。まあ、そうですね。はい。一人ぐらいなんです。外人さんとかもうみんな写真撮ってますもんね。そうなんですよね。一応芸人でやってまして、はい。やっぱライブ終わり。あ、今日ライブ終わりなんですか？まあ今日もそうなんですけど、ライブ終わり芸人さんってこう、ファンの方から写真撮られるんですけど、はい。僕だけちょっと外国人の方から、ライブ関係なしに写真撮られるっていう。うん、ちょっと嬉しいのかどうかは複雑な感じ。存在感がやばいですね。これ何ですか、これは。これはセグウェイ。セグウェイってこんなにボロボロなの見たことないですけど。いや、まあまあ。これ、北斗の剣の残党が乗るセグウェイみたいになってますね。そうね。これやばいですよ。完全に。安全にすごい。いや、ありがとうございます。すいません。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。今、1万人に全国会おうっていう企画をやってて。1カウント。あ、ほんとですか？ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、初絡みで。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。すごいなぁ。え、のりゆきさんいんの？どこにいんの？え、のりゆきさんいんの？じゃあ、すいません。3人カウントさせていただきます。全員 OK いただいたんで。リアトツの旅。鹿のりゆきいた？嘘でしょ？嘘でしょ？え、のりゆきさんいたの？え、のりゆきさんいたの？どこにいた？いないでしょ？え、冗談で言ってんでしょ？じゃあ、3人増やします。6人。36か。じゃあ何人って書いてあった？63人だから66人。え、のりゆきさんどこいた？え、のりゆきさんいた？いないでしょ。ちょっとよくわかんねえわ。俺アスペだから冗談聞かないかんね。おら、仮想配信者、おら見たか、こら。あ、この野郎。こうやろ、おかげやん。え違う、そういうことじゃないよ、そういうことじゃない。あ、傷ついた。すげえ傷ついた、今。なんか、こうやのおかげとか言われちゃったよ。俺、キャリアあんのに。こうやのおかげやんに、すごい傷ついた。そういうの言っていいことと悪いことがあるよな、こうやな。はい。それは言っちゃダメ。俺今傷ついてる。言っちゃダメです。ここで、俺が映っとるから、500人おるんですよ、これ。こいつほんと、捨て頃出そうぜ、こいつ。いや、言うとこ。舐めてるよね。こうやからいらっしゃい。サレッスー。楽しんでってください。初見さんありがとう。サレッスー。これどこ行く感じなんだろう。あ、ありがとう、アイテムありがとう。お疲れっす。お疲れっす。どこ行くんだろう。初見さんいらっしゃい、楽しんでってください。おーや、髪切ったらしいよ。タバコ吸いてぇな。タバコ吸いたい。スパーリング本当申し訳ない、不甲斐なかったよ、今日。ごめんね、応援してくれてた人。あと5分ぐらい作ってる。え、誰が？ヒカル。あ、ヒカル君？ OK, OK. 映像はね、スマホ配信だから、俺は。リバーが痛い。
いや、違うんだよ。緊張しちゃったんだよ。もっと体力あるんだよ、普段。もっと普段体力あるよ。やっぱりあれ、ふわっちで笑われ、キャスで笑われてた俺。絶対笑われてると思ったもん。絶対今日はネタにされると思う。いじり倒されると思って。あ、会長も、そうだそうだ。期待外れのコメントばっかりだった。いやー、お疲れ、すいません、不甲斐ない。いや、もうほんと、ブーの音も出ないよ、今日は。言い訳する気ないよ。いや、体力なかったよ、ほんと。いやー、ダメだね、ほんと。超恥かいた。まあ、しょうがないよね。助けられたね、チャンピンに。うん、頑張るよ。ごめん。頑張るよ。ドルさんはね、放送があるからって言って帰ったよ。タバコはやめない。タバコはやめない。しっかりしてくる。アメリカ人が意外に強そうだったとか。私、ちょっとだけ寝技できる。ちょっとだけ寝技できる。青山強かったね。やっぱ自信あるんでしょ。普通に強かったもんね。課題は中にどれだけ入れるかいうのも課題ですね。スタミナ以外に攻撃の攻め方としてリーチ長い分入りにくいから。あ、入りにくいよね、あれは。柔道やってない。私、近所のあのサラリーマンサークルに18ぐらいの時3ヶ月間だけ総合ちょっとやってた。だからあれできたんだ、グランプリング。ありがとう、アイテムありがとう。トレーニング頑張ります。ヒカルがガチで和道が大穴って感じ。あれだね、また和道勝つって言われてたのが和道負けるわに変わったね。まさかの1ヶ月前で評判変わったよ。あ、お疲れっす。お疲れっす。あ、やばい。青山、あれどこ行った？あそこで練習してるじゃん。日本人じゃない。空手通信教育ない。カルチャーできない。カル君、いや、どうだろうね。ちょっと、あれかもしれない。おや、お酒飲ませる。もう自己判断じゃない？今日は練習前は飲んじゃダメって言ったら、みんな本気で頑張るから。あともダメだよ。あともダメ。俺飲めないよ。いや、こうやだよ。あ、こうやはいいよ、別に。こうやは練習私たち行くから。あ、そういうこと気遣ってくれたの？そう、だから飲まない方がいいよって言って。そっかそっか。そう。よかった、別に飲んでもよかったのに。スパーリングなんか、3人でサバイバルスパーリングしたよ、私は。ヘトヘトだよ。ああ、なるほどね。コウヤの音がやめてくんね。コウヤが映りたいですって言ったんだよ。俺は深夜庁にお願いしてたの。今日リスワン撮りたいんで、映ってもらえませんかって言ったら、気持ちよく新野鳥がいいって言ったのに、こいつが割って入って俺を映せって言ったんだよ。なんで俺が荒野で売名してるみたいに言われ方しないといけないの。俺すげえ腹立つんだけど、うん。こいつが映させてくださいって言ったんだよ。だから映させてあげたんだよ、俺が。なんで俺がこいつで売名みたいになってるの。やめてくんない、ほんとに。荒野邪魔。邪魔。邪魔じゃない、ワドさん。こうやはいらない。謝れ。なんで720来た。720でしたって。すいませんでしたって。720来た。とりあえず謝っとけ。気持ち悪い。すいませんでしたって。気持ち悪い。すいません。メガネじゃ。すいませんでしたって。ごめんね。ごめん。ごめん。ごめん。みんなさん、ごめんなさい。やべえ、俺のアンチばっかになっちゃった。早く。
ごめんね。ヒカルに変われ。いじめられっ子。本当には帰って。こうや逮捕。こうや、ちゃんと反省。長い。はい。消えろ。消えろっつ。何ですか。消えろっつ。いや別に謝れとかじゃなくて、なんか荒野で売名みたいな言われ方すげえ嫌なんだけど。風船ありがとう。何食うんだろう。チャンピオン、全然チャンピオン映ってくれてるよさっきから。ハートプレゼントありがとう。まず通称くん。アメリカ人面白いよ。腕あるよ、こいつ。俺もアメリカ人好きだよ。あーリバー痛えな、マジで。ここ渋谷じゃないよ、ニューヨーク。人数めちゃめちゃいるよ、ほら。アメリカ人は人気出るだろうね。集権まで一気に来ると思うよ。新八丁帰った。ニコ生で枠やるっつったよ。八丁帰ったよ。ハル君いるよ。意外性ナンバーワン3枚目です。いやでも、和道さんね、最初やった時より断然強くなって。いやいや、もう今日恥ずかしい、もう。いや、俺思ったんですけど、アスカのリングを個人的に借りないですから。だから、1時間5000円だよ。です。なんで、逆にリスナーさんとかで格闘技やってる人とかいるじゃないですか。だからそういう人たちを逆に呼んで、俺らでスパーリングする。で、金出し合って。いや、いいけど。で、多分、3時間ぐらいでやった方がいいですよ。2時間だとちょっと短かったんで。短い。しかもちょっと企画っぽくて、体も温めらんなかったし、そう。なんか、見せ物だったよね、やっぱ。そうなんです。なんで3時間で、1万5千円と考えて、まあ5人ぐらい呼べばいいですか。1人3千円か。3千円で。それだったらいいよね。なんかやりたいですよね。それいいね。企画でやろうか。はい。それやりましょう。なんか2人行くんだよ、やばいですか。ワドさんガチ切れ。ワドさんガチ横。場所決まった。近い。オッケー。じゃあ行きますか。場所決まったみたいな。了解です。行こう。マジで？なんか入りやすいじゃん。やばいな。お前の大好きなキャスバー行こうよ。お前の大好きなキャスバーいいじゃん。トイレにサイン書いて。そう。どこ行こうか。なんか個室で。うん。個室。何系だっていただけるの？何系でいい？キャスバーやだって、チャンピンが。いや、金ないのなんか知らないよ。あれ、これ誰の？これ、タバコ。これ大丈夫？誰のでもない？タバコ。大丈夫？誰のでもない？
ちょっと一回映像を切ります。
お前俺の隣嘘だろ。びっくりしたわ。対戦相手俺の隣かよ。マジかよ。どう考えてもここ光るかみたいな。いや、まあいいんじゃん。それぞれ自由にやろうよ。どうすんの？微妙にすんの？微妙にすんの？微妙だよ。飲み放題っていうか、まあいいや。すいません、ハイザルコです。あ、ハイザルコです。あ、前の人。すいません、タバコってお願いしたりできる？本当ですか？申し訳ないです。このアメリカンスピリット。はい、お願いします。お一つで一つで、はい、申し訳ないです、すいません。あ、全然全然、ちょっと理解いただいちゃうんですけど。あ、大丈夫です。はい、ポロちゃんが落ちると変わるわ。あ、ね、みんなポロちゃん見たいんだよ。でもちょっとしっこだけか。しっこだけ。ポロちゃん変わるんだけど、おしっこだけさっき言ったんですよ。タバコ一本もらっていい？ありがとう。あれで。飲み終わった。テレサンピンからありがとう。ハイボール。飲み屋だなこちゃん、A ブランドは1500円になりますので大丈夫です。1時間、何時間制限？90分で、朝から20分前になります。みんな OK ですか？ OK です。はい、じゃあハイボールで。僕ハイボール。ハイボールスパーリングもうめちゃめちゃ恥ずかいだよ。あとで動画流すよ。生で。何が？どれもすごいよな。これ、あれのピンの問題、すぐ行ってよ。マジで？うん。ピン記録出した。もしよかったらフォローお願いします。手頃まででもいいんで。別家族で動画撮ってるから。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。絶対だよ。ちっちゃすぎない？はいはいはい。はい、ちっちゃない。構えるところぐらいに座ってもらえると。ちっちゃすぎて映らないの。角度の問題なんだよね。角度。この辺かな？あ、映る。あ、いい感じ。生ください。生は入ってないです。ビール。あー、じゃあコーラ、コーラね、レモンサワー、レモンサワー2つ、あとコーラ1つ、コーラ、あ、ビール、ビールはいっつったよ。あ、コーラね、コーラね、はい、じゃあ、じゃあ決まりからペコロコーラ、コーラじゃない、コーラじゃない、コーラじゃない、またいらんこと書いてる、コーラが。あ、いいこと考えた。俺、そうだ。天才だったんだ。天才。天才だったんだ。お、ちょっと待って。通貨目できんじゃん。パソコン配信だから。だから。さすが AV 女優、パイオツロケットだ。誰が、誰が。コメント欄。通貨目で。カメラ全部止まったわ。あれ。これをこっちにして、でこれを、あれ映んねえな、なんだろう。誰か充電器さえ貸してくれたら動かないかな。充電器あるよ。あ、すいません。あれは？ケーブルは？ケーブルない。ケーブル持ってないです。あ、ケーブルないと。アイフォン。アイフォンで充電がもう 4% しかない。これ変えれない。ちょっと短いけど。あ、すいません。
キャンプ行くのワードさん食べ配信者だから なるほどやばい軽い MD コンポくらいスマートフォン40回フル充電わおやばいまずいまずいですこうやニコ生向きなんだよな 100% ニコ生向きだと思うすいません、はい、あのこれ、1つ気が利く何なのとだからはい、あ、私左利きだから。あ、そうなんだ。はい、私左利きだから。こういうのはね、このまま本当にウケると思うよ。まあいいじゃんね、もういろんなキャラクターがいて、ふわっちにさ、いいと思うよ。ヒカル君の隣にユーユーさんって言って、ニコ生主だよ。ユーユーさん。そんな早くないですか、ね、あの、体重したら、こういう、鍋とかでいいんじゃない、うん、なんかみんなに聞いてみて。任せるよ。ヘコヘコ。光が映ってないでめっちゃ言ってる。ニコ生未来ないよね。コメント見てるよ、こうや。枠開いて。やっぱ声が一番美味しいね。これ一番うまいね。これ一番うまい。オーガニックね。これありがとう。何本か。いらない。そんな、さすがに高校生じゃない。中学生みたいな。中学生のタバコのカジカリみたいな。奥さんは、の話しないで見られてるかもしれないから。怖っ、奥さんの話やめて。星座がやってみよう懐かしいやってみようかな、ね、あでもこれ呼び出しにもなってるタクシー代俺が出したよもう深夜中に来てもらって悪いじゃんそれぞれ別々だから知らないけど周りはいやちょっと一緒に乗ってたからそんな混んでるんだこの前新宿で恋愛占いのガチャガチャやったらお金払ったのに出てこなくて補充されてなかったんだよどうやったっけ女の子ふわっちの配信者こころちゃんこの辺でどう配信されたそうコメントに今書いてある占い懐かしいよねこれねだってさもうキャッチコピーがウケるもんね不思議にもよく当たるって自らも不思議にもって言っちゃってるもんねすごいよウーロン茶ホコロちゃん実物の方がね抜群に可愛い俺も会った時思ったんだけどカメラ映りちょっと悪いんだよホコロちゃんタイプいるんだよえどうしたウーロン茶ですかおお。持ってるわ大吉持ってるわ大吉はいまだおはいお疲れ様ですお疲れ様でした初日さん今日はありがとうございますありがとうございますお疲れっす、お疲れっす、お疲れっす。辰巳さん、おいっす、おいっす。ゆいお疲れっす。えいっす。光くん会長、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、遠くなんで。お疲れ様です。なんて新しいステージ。もう一回やって、こうや。もう一回やって。はい。もう一回やって。すいません。おいっす、みんな。KB あ、ごめんみんな KB ごめんねピーモンは確かピーモンじゃないうまっアメリカ人をもっと映していやいやいや、私はもう基本的に俺ね、違うんだよアメリカ人に一個提案があってツイッターフォローバックしてるだろフォローね、基本返さないけど、うん、あ、まあ返してって言われた人だけ返してる違うんだよ、俺もう
アメリカ人のフォロワー、フォローがあるから、フォローゼロにしてもらいたいの、まず。じゃあ、提案だからね。提案だからね、これ。あくまでネタね。一回ね。で、一回ゼロにして、なんつうの、ケント・デリカットとか、デイブ・スペクターだけをフォローするっていうの面白くない？いや、一回本当に前、ちょっと全員にノリで、フォロー外してみようかなと思ったけど、前それでガリガリガリクソンが大炎上してたの知ってるでしょ。それ面白いよね。ちょっとアメリカ人の設定で、ケント・デリカットとか、デイブ・スペクターだけフォローしてた。あ、こいつ本当にアメリカ人なんじゃないかなってなるじゃん。占いで新しいステージに進む時ですって書いてるから。あ、そうだね。進む時かもしれない。進む時かもしれない。そう、それは提案でちょっと一言言いたかったんだ、俺、アメリカ人。もっとアメリカ人のキャラを育てたいから。でも実際私、そんな雑談しててもコメント読むだけだから。いやいや、うまいと思うよ。設定がね、結構凝り固まってる。お父さんサムだもんね。お父さんサム。お母さんはジェシー。ジェシー。妹は間違えた、お母さんキャッシー。そうだよね。キャッシー。お母さんキャッシー。お母さんの名前間違えた。で、間違えた。緑茶杯とハイボールください。早いわ。そっち、どれだ早い。殴られたと思ったぐらい、近かもしれない。やばい。やばいやついる。殴られたと思ったぐらい、適当に頼んだ。なんか攻略サイトができるぐらいちょっと有名になってほしい、アメリカ人の。アメリカ人の家系図とかさ。自分で作れるけど。そういうの面白いじゃん。でも、実際私、クワチーがやらないし、やったこともないし。クワチーよね。クワチーめっちゃいい。わからないけど、うん、私はそのアイテムとかはいらないってあれしてるけど、うん、配信者がやっとその裏でその支援者にお金もらわずに、うん、堂々とお金をあれするっていうのはできたけど、まあ、それでも問題になったりもしてるけど。なんての問題に、アイテムあげたのにどうのこうのみたいな、リスナーさんとの揉めたりとかね。やっぱラジオ大切にしたいけど、ラジオの企画が一番難しい。難しいね。でも俺、家良かったよ、すごい。家俺笑ってる。家って今日の朝の、家外見せてくださいって、部屋の中見せてくださいって言って、あ、僕の家これだよ。画像がパンって出た時、俺腹かないから。やっぱそういうの来るってモテるから、基本的にちゃんと家の写真とか撮らなくちゃいけないかなと思って。大豪邸に住んでる。まあ、アメリカじゃ当たり前だもんね、プールついてるよね。一個だってね、絶対プールがついてる。庭付きプールついてる。バスケットコートもあるしね。バスケットコート。私の、家は、あるの？ある。もしよかったらみんな、アメリカ人の家見たい？アメリカ人の家。もしよかったら、ね、興味ある人いたら見せるけど。ちょっと待ってね。どれやっちゃったの？なんでですか？いっぱいあるんだよな、画像が。東京です。山ほど。はい。ずっと大阪の人だと思う。本当ですか？そう、大阪の人。東京ですよ。そうなんだ。はい。あるかな？ちょっと待ってね。なかなかね、自分の家で写真撮らないもんね。杉並です。今日の写真、どこにしまったかな？嫌だ。俺5日間ホームレスで、ずっとビデオボックス生活して。やっと帰ったよ。あ、ていうか話が止まんねえ。外の写真どこ行ったかな。家の外で撮った。あった。もうアメリカ人の家こんな感じだから。ねえ、すごいでしょ。ほら、本人映ってるぞ。本人映ってるぞ。ねえ、うん、やっぱいいよね。アメリカ人すげえわ。絶対俺本当になんかね、アメリカ人じゃねえよとか言ってるやつ考えられねえもん。こんな証拠パッて出てこないでしょ。iPhone の中に家の写真があるってことはすごいでしょ。SP もいる。SP もいるんだって、ほら。
ほら、これ絶対本物だよ、アメリカ人。ほら、本人映ってるでしょ、うん、本人も映ってる。家に SP3 人いるんだって。絶対俺、もう疑う余地がないと思ってるから、アメリカ人に関しては。でも、本当に、だし、いろんな他の人に、話が止まってない、誤解されるから、その見たような人がいるっていうので、あー、ユウキでも根性焼きも入ってる、焼きも入ってる、話が止まんない。普通の部屋っていうのはあれは別荘だから、食事中にせえもん、あ、行って折れてはないんですよね。軟骨折れた、軟骨折れた。で、後から痛くなるんだよ、これ。鼻曲がってる？なんかみんな光る出してって。あ、俺は大丈夫です。まあ、普通に痛いときに映るんで。そう。基本的にもう動かない。自由。スイッチ切ってる。病院行かないよ。こんなんで病院行ってたら話になんだよ。一分なんか来ない。あ、お酒で余計出てんのか、血行良くなって。フォローありがとう。水のように飲むな、なんか俺は違うよ、ナマコなのは1月1日までね、生活保護だったの。もう生活保護じゃないよ。打たれた後に飲む酒が一番うまいって小坂さんが言ってる。めちゃめちゃうめえわーっつって。島からだと思うんですけど。何？パンストラッカーやばいよな。今日ワードさんがリスワン取らなくちゃいけないですね。どうだろうね。いや多分いけると思うけど。ふわっちだからリスワン取らなかったっつってないんだ。全部取ってる。わすなよな。全部取ってる。ね、ふわっちリスワン全部取ってるよね。ないの。なんで言わんないの、まあ、さっきのやつで。なんか言え。なんくれ。変わる。え？変わる？いいよ。いや。芝居で割りそう。いや、その席はダメでしょ。これやってる。KY でしょ。何も。いや、別に芝居っていいんじゃん。はい、知ってる俺の前に。こうや、ずっとどつかれてるよ。ヒカルくんいるよ。ココロちゃんは俺一つアドバイスがあるなら引きの方が可愛いの。カメラが寄りすぎなんだよ。どっちも可愛いし、ココロちゃんは。ココロちゃんみんなのココロちゃんだから。アメリカ人ごめん、ほんとごめん。もうみんなのごめんごめん。なあ、可愛いの。ごめんねごめんね。みんな見とった今本当に。じゃあココロちゃんのもっと可愛さを伝えたいの俺は。伝えたいね。伝えたいもっともっと可愛いからっていう。わかるよ。そう、引きで撮るとやっぱね実写に近くなるんで。これまたなんかアメリカ人。本当優しいやつだわ。またこいついらんこと書いとる。本当優しいやつだわ。え、でも実写の方がいいですか？実物の方が本当可愛いのよ。で、寄りすぎるとね、多分スマホでしょ？スマホです。あ、でも広角があったんです。はい、心広角広がっちゃう。心ちゃんさ、ふわって撮るとき絶対斜めこうやって撮るんだよ。撮ってない。いつもこうやってサムネ撮ってない。撮ってない。知ってるもん、最初のサムネ撮るとき絶対変わってるんだ。撮ってない。絶対、なんでこいつ斜めから上から撮ってんだろうなと。そうなんだよ、小顔なんだよ、本当に。撮ってないですよ。あの、スプーンとフォークありますか？ないよ、ないよ。ここアメリカじゃないから、ここ日本だから。チョップスティック。チョップスティック。お前ほんとすぐ、こいつほんとどこ行ってもね、ナイフとフォークをねだるから。これで。足どうやって使うかわからないな。鉛筆を持つようにして、鉛筆持つようにして、で、下に挟み込むの。オッケー、オッケー、オッケー。刺せばいいから、最初は。オッケー。オッケー。
今も配信してたやつ。こいつどこの店に行ってもね、フォークとナイフ請求するんだよ。やめてどういうやつ。やめてもう1年がつかないですけど、1年ぐらいで、向こうの場でやってたもんね。めっちゃつながってんの食べるじゃん。アメリカ人はやっぱそのアメリカの良さみたいなのを日本にやっぱ伝えていきたいと思ってるの。あの日本の友達が作りたかったの。日本の友達は、ね、うん、なんで日本に来たの。来てない、私いつも飛行機で来てるよ日本まで。来てないってどういうこと。だから日本に住んでると思われてるけど。あ、なるほど、滞在してる。そう、プライベートジェットで。だからこの後もプライベートジェットすぐあの任せてるから、それ乗ってまたロサンゼルスに。ロサンゼルスに帰って。あ、そうだったんだ。あ、じゃあさっき見せてくれた家っていうのはアメリカの実家なんだね。そう、私のマイホーム。マイホーム、二世帯住宅。お父さんが買った家でしょ。そうそう。あ、そうかそうか。あの仕事も家ももう親の七光で爪をあの死ぬまでしゃぶり尽くす。最低の野郎だな。そっか、ちょっとアメリカ人掘り下げてっていい。いいよ、どん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 。いや俺もやっぱアメリカ好きだから。箸の使い方うめえなこいつ。箸の使い方めちゃめちゃうめえなこいつ。びっくりしたわ。え、何？高校とか大学とか出てるの。出てる。大学は中退した。大学中退したの。あ、まあアメリカ当たり前だもんね。ロサンゼルス第一中学、ロサンゼルス第二高校、ロサンゼルス第三大学中退。あ、中退。まあアメリカじゃね、当たり前だもんね。あ、まあそんなに偏差値高くない。だったね。そっか、何を専攻してたの大学では。大学では経済学。経済学、yeah. 他に、うん、私のマミはチェリーパイとても作るのチェリーパイって話聞いてないから美味しいんだけど、それを、うん、あ、いかにみんなに食べてもらいたい。チェリーパイ屋さん作ったから。チェリーパイ、チェリーパイショップが作ったから。ああ、なるほど。なるほど。まあ、だけど気がついたら今の職業してるけど。今何やってんの。あ、広告代理店、デザイン業。でもデザインやってんだ。デザイナーなんだ。なるほどなるほど。アメリカから見て日本ってどういうイメージなの。あ、サムライ、忍者、あ、天ぷら、あ、寿司。アニメーションとかね。あ、oh, very like。very like。あの日本のアニメ、Hayao Miyazaki。お、すごいね。すごい。何が好き？一番何が好き？またの下のポニョ。崖の上のポニョ。No、またのここをちゃん見たらポニョが大きくなる。ポニョ大きくなるね。アメリカンジョーク。 No, yeah, アメリカンジョーク。 Sorry, sorry guys。 最低だなこいつ。アメリカ人はもっと再評価されていいと思うんだよな。ダッシュはもう、ダメだよね。俺結構好きだわ。俺は結構こいつ好きなんだよ。もうそのキャラ飽きたってね、多分ね、あの7割近い人がモテる。実際モテるけど、だけどもうしょうがないじゃない。しょうがない。もうか元に帰れない。生まれつきアメリカ変えようがないじゃん。キャラじゃないもんね。だからね、こういう心ないアメリカ人大嫌いとか言われたら、うん、私は日本のみんな友達だと思うけど悲しい気持ちになる。 Very sad。 政治の話はできるの、アメリカで。あ、私はその政治的職務とか軍事的職務についてないから、一般人だからあの詳しくない。例えばトランプとヒラリーどっちが投票。あ、私無投票だから。無投票だ。私無投票だから。無投票だ。いや、もう勝手にしてって思ってる。あ、そうですね。聞いちゃうのよっていう以前の問題に、その、なんて言うんだろうかな、
なんていうの、一人閲覧増えるわけじゃないですか、大嫌いっていう人も、うん、だけどたまに配信見てたら、うん、来ないでっていう人、見なかったらいいっていう人もいますけど、うん、私過疎でしょ、うん、そんな人でももうこれ届かないとダメなんですよ、私みたいなタイプは、うん、そう、フォローありがとう。これちゃん喋ったらちょっと私慣れたわ。いやでも私の率直な感想というか予想というか勝敗予想すると私ワドさんが勝つと思う。え、なんでなんでこれ苦い顔してるから。え、なんでなんで。いやなんかそんな気がしてました。俺マジで今日焦ったよ。うん、だってね、ヒカル君といい感じだったじゃん。ぶっちゃけ腕には自信あるんでしょ。負けない。負けない。今日の見てもう、うん、改めて思った。確信変わった。確信。本当。ジャンピンが勝つよ。え、なんで勝つかなと思ったの。だってボロボロでさ、ヘロヘロだって。なんか、うん、キック蹴りだったら分かんないけど、うん、チャンピンはカウンター狙いなんじゃないかと思って。カウンター狙い結構ジャブ出してる。結構もう多分ガン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 多分そっからから行くタイプ。俺いやカウンター狙いかなと思ったらガン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 行ってたから。いやでも、うん、どこまあ、分かんないけどどこまでこう、ね、本気で来るか分かんないけど手先合わせてみないと分かんないよね、うん、これでも嫌だなと思った今日見て。ココロちゃんにディスられました。いや私ココロちゃんにディスられました。賞金いくらなんだろう。聞いた。から聞いた。賞金気になるんだよね。あ、弁当さんいる。お疲れ様です。賞金って発表まだっすか。勝った方が。もう賞金なんてすぐ出る。賞金も出るよ。ギャラプラス勝った方に賞金出て、さらに全試合の中で MVP にさらに賞金出る。ちょ、ベンジョさん。ベンジョさん、今日のセブンのトレーニング、録画お願いします。あ、それお願いします、僕も。見たいっす。お疲れ様です、ベンジョさんも遠征。え、今日、何パーずつぐらい出してます。俺、恥ずかしいことに120パーくらい出してる。120パーやってあれだからね。何パーくらい。俺も結構あんまり全力やったな。あ、そう。でも13パーくらいだった。13パーくらいだった。お前ゴング鳴らしてただけだろ。ゴング鳴らしてた。まあ腕ひじき決めた。やっとるの。足エコーじゃなくてさ、入れ替えて、蹴るのか。頑張ります。来週から練習するわ。やめてくれよ、お前練習されるときついわ。ちょ、練習するわ。マジで。俺とやろう。どうかも。早っ。手出るの早っ。グーだ。俺もパーかなと思ったらグーだった。まさか。なんでいいよね、なんだかんだこうやってさ集まって。これもろい。もろいよね。だってさ、この前さ、練習参加してくれた時に、格闘技おもろいやんとか言って、なんで今まで練習しなかったの。それが嫌なんでしょ、走ったりとか。いや、俺もさ、足の足が。いや、ほんと、ワドさんは走ったりしてるんだ。俺やってる、走ったりしてる。っていうのも、練習量はワドさんの方が上だ。いや、もともとさ、彼はスポーツ選手だし、俺運動もしたことがないぐらいのガスガスのニートだから、なるほど。血水のニートで、そう。だから、運動をするのが初めてに近い、ほぼ。なるほど。格闘技大好きなんだよね。めちゃくちゃ。そう、ツイッターとかさ、僕らから格闘技のツイートがすごく多くて、それでもしよかったらどうって今日お誘いしたの。でもさ、楽しかったでも。走ってください。ハイボール。マジ届けに来ない。あと若彼氏こだ。あとオレンジジュース。そう、引退してから。メモさん、あとハイボール、あとオレンジジュース。枝豆うまい。ありがとうございます。飲み放題だよ。飲まないの。ね、アメリカ人。何もかたんの。飲み放題だよ。あ、だから今頼みます。なんだ。あ、そうなんですか。え、やるかも。
かけていい。かけて。なんか味うまかった。何もついてないでしょ。野菜切りこのままちょっとかかり。かけていいの。おうち。料理とか家作って作るの。絶対作らない。作らないタイプだから。作ったことない。すぐセブンイレブン行くやろ。うん。全然いい。セブンの食べ物しか食べない。もう金持ちしか言えんやつやん、それ。いや俺客観的に今日の枠見んの怖えよ。動画撮ったから、別角度で。後で見てみよう。もう超恥ずかしいんだけど。どんな感じだったの？もうヘタレとかすごかった。役所枠。実はね、今日ね、ゆいがさん誘ったんだよ。ゆいがさんに、長文で参加してくださいって送ったら、一言メール LINE が返ってきて、既読になったら、うん、お断りしますって言われた。日曜日はよ、悪いんだけどよ、野球があるからよって書いてある。野球の練習だって。ひどかったよね。今日はちょっとないわ。今日はちょっと反省会だな。本当にひどい。いや、セブンさん強いと思ったよ、今日枠見て。なんか漬物じゃないんだ。すごいダクダクやんな、足の。足の頃で出たら音は出るけど、心ちゃんと同じ。いや、今日はひどかった。溢れる。今日は本当にひどかった。今まで一番ひどかった。でも、この前溢れてなかった。この前溢れてなかった。本当ね、お通し、お通しのメカブみたいな。しかもね。あと枝豆と鍋頼む。ああ。アホバカーンってなんだろう。叩かれてたやっぱり。コメント見るもん怖えよ。やっぱ手数がさ、出しすぎてるよね。一部からしてるよね。そうですね、うん、手数がみんな多い分打ち疲れが早いってイメージがあって、後半結局最後の1分くらいになったら手数が減ってるっていう。いや、まあ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 、もう息するのが精一杯だった。でも実際そうだと思う。最初バンバン行ってから、最初多かった、疲れちゃってきてからね。最初と全然違う。最初ラウンドは多かったの。基本的にみんな全体的に、私直感的に見て思うけど、やっぱこうスイッチ入ってるから興奮しちゃって手数が多くなってて、それはあれが1ラウンドで交代だったけど、3ラウンド続くってことを計算して戦わないとペース配分があまりできてなかった。右で来りゃいいじゃん。ドルさんもね、放送があるからって言って帰ったよ。配信があるからって。あと5センチ。真面目だよ。いや、だって、メンタルさん。スイッチ覚えたら絶対気合うとか。さあ、鬼ごっこすれば、鬼ごっこ配信すれば、手話ね、その入りやすい。本当に来るんだ、その心ちゃんの鬼ごっこ配信。何？でも乗り込んでくるよね。絶対。でも、なんかね、今日おかしかった。異常に疲れんの。普段のスパーリングだと3分戦えるのに、今日は疲れが異常だった。本当になんでかわかんない。俺、ゴング鳴ったの気づかなかったの、1ラウンド目。ね、話が出てる、話が出てるって声聞こえて、話が出てるから止められたんだと思ってた。そしたらもうワド終わりだよって言われたから。はい、それじゃない。ああ。Oh no。Oh no。大丈夫？位置は全然大丈夫。大丈夫ですか？位置は全然大丈夫、大丈夫。申し訳ございません。そうっすね。でも金払って見る人がいるんで。なんでこっち見えない。やっぱりそこは頑張りたいよ。多分。すご
興奮した状態でさらに観客がものすごい人数いたら体力の消費も早いかもしれない。ありがとう。ハイボール、ハイボール、こうや、こんなでやな。お前月あるすごい足食いとるけど、すごい足食いとる人の女の人すげえな、この女を。なんで食いてって言われたんだよ。食いてって言われた。でも、タチュヒコはその方が興奮するタイプだから、寝取られたいから。ちょっと嬉しそうなの、私と喋って。プロテイン投入します。忘れてた。なんか、いきなりする色とか全然わかんないですけど、なんか見た感じの。食べました？食べました。美味しい。いや、まあいいよ。大丈夫だよ、あるよ。料理あ、料理いいよ、いいよ。これ、サラダもらっていいですか？ウーロン茶。ウーロン茶、はい。ごめんね。これもいいの？ドレさんはもっとひど、なんかすごいプロテイン飲んでるもんね。ドレさん。シェイカーが欲しい。あ、それがこれだ。ん？あ、おや。おや。ハイボールドレコちゃん。はいはいはい。なんで？お前な、そんなハイボールドレコ。お前、そんな俺のこっちやったら、お前、たぶん死んどんでたもん。ほんまに。こっちやられたら、たぶん死んどんでたもん。今全力で上がってけよ。すいません。誤飲しました。ごめん、ごめん。そういうとこ大好き。パンチドロッカーで配信者やってらんねえよ。そういうのリーチやろ。え、だからめっちゃ会いたかったもん、声に。なあ。プロテインいただきます。ドキュンの先輩からめっちゃ気に入られると思う。だから、ドキュン。マジだ。マジだ。さあ、ドキュン。ドキュンやな、マジで。マジドキュン。これは少ない。あの、アミノ酸に分解されてるやつだから。マジで。この二人が可愛がられてるのか、そういうことや。今日俺嬉しかったもん。俺何も言わずに、青山がもう謝る。もしかして、モンちゃん会いたいんだけど俺、モンちゃん参加しないの？俺モンちゃんからボクシング教わりたい。やっぱデ、デシな、やっぱデシ。プロテイン混ざんねえ。そうしようか。これ開けちゃおうか。誰か。これ。食え食え。俺が？お前食えよ。何やねん、お前食えよ。もんちゃんブロボクサーだ。ウーロン茶の青菜茶。お前食えよ。あ、おしぼり1個ください。はい。これ、これは飲みやすいよ。そのお店多いな。失礼しました。失礼しました。あ、来たんですよ。置けへんな、置ける。刺身、刺身何食べる？あ、こっちこっちだけど、こっちもうまいよ。オーディンが混ざるの。飲みやすいね。練習参加っていうかね、もんちゃんに会ってみたいな。あの、もんちゃんの囲いさんと旅先で会って、いや、すごい良くしてもらったから。ありがとう。あ、ごめんね。もう一回聞きます。お前もすっごい左手で食って、お前も邪魔邪魔やばいな。あ、あとあかで、今日どこに泊まるの？今日は
声止まる？声や。あ、くそうだ。ゆうゆうちゃんとこに泊まるか、ひかるさんかな。人のさ、奥さんにさ、ゆうゆうちゃんとか言う。俺引いたわ今。人の奥さんに。俺なんだ。すげえな、こいつ。しかも俺ビデオボックスだ。聞いた今、その奥さんにゆうゆうちゃん、旦那さん目の前にいんだよ。同じビデオボックス。やべえな。同じビデオボックス隣で止まります。ええよ。和道と青山は一応対戦相手ということを忘れないで。止まらんでもええやん。え、何？別に忘れてないけど。全然忘れてないけど。え、台本組まないといけないですか？台本組むの今から。レッドさんから今台本組めっていう指令が来たんだけど、どういう喧嘩する？ああ、炎上ケース、炎上で、しかも名義なケース。そう。台本組まないとダメだったよ。男前やから。金梅さんも来たぞ。やっちょはヘタレって来たぞ。バイさん会いたかったっすよ、今日。配信の時はちょっと酔っ払った。どうした？どうする？台本作るな、今日あたり作る。どういう台本がいいんだろう。ほんまに多分光るも多分ガチ切れしやすくだよ。ほんまに。いや本当ね、今日は痛かった。前さんとやっちゃくんが揉めて。会長さんだって金牌さんとトレーニングするんだけど、大阪から来てるから。違う、慣れ合いを見せれば冷めるリスナーがおるでしょ。記者会見の配信の帰りにそれは言ったでしょ。まあそれを理解して慣れ合いを見せれば大丈夫。あー了解です、わかりました。なんか別になんか仲いい同士が戦うでも僕はいいと思ってるんですよ。試合で本気でやるなら試合で僕らは殺しますよ。試合で殺すんで、別にそこで手抜くとか一切しないんで。でも別に俺好きなんだよこいつのこと、前から言ってるけど。すごい。向こうが震えすぎやん。そうや、ずっと手震えだろうな。いや、いいじゃん、別に。光くんも好きだし、青山も好きだし、それでよくない？まあ、荒野は嫌いだけど。深夜帰りましたよ。金梅さんにめちゃめちゃ電話してましたよ。ブロックされたって泣いてましたよ。金梅さんにガンガン電話かけてて、やっと金梅さんがブロックしたっつって泣いてましたよ。泣いてはないか。試合は試合。ナチュラルでこれでしょ。今から新やつを殴りに行くって言ってんだけど、バエさん。俺も行くよ。バエさん、俺も行くよ。はっ？はっ？いや、ちょっと。全部のパンツ。どういうこと？リキンだな。え？ない。だってお前、またかお前。またあれほどお前新やつとか、もうディスんなって。なんか、まだディスんのかお前。バエさんが、やっちょ殴りに行くって言ったら、僕も行くよ、バエさん。バエさん、俺も行くよ。見てこの、やばい、この凍りついた空気。やばいね、ほんと。いや、やっちょくんだけ珍しく綺麗だよ。あんだけ奥だった俺、やっちょくん初めて見た。俺もやっちょくんと去年すげえ喧嘩したけど、あそこまで怒ってない。本気で中で行くのかな。荒野と絶縁、絶縁します。揉めたんすよ。はい、配信した人生終わった。終わったな。終わった。でも、すぐ終わったな。終わり。はい、終わり。これちゃんと謝っときなよ。お前が全員的になった。なんで？お前の周りから誰もおらんくなんねえ。その発言で。すげえな。今の発言すごいよ。荒野がちゃんとする言うたから、みんな優しくしてくれて。昨日の涙は何やったんや。いや、あれはマジ泣きだよ。
ね、マジ泣きだよ。マジ泣きだよ。でも、俺は思うけど、このメンバーからもこうやから。黒い服の人は楽天の三木谷社長ですか？違うでしょ。俺三木谷社長じゃないから。いや、ちょっとね、引きで見ると超そっくりだよ。ちょっとスマホで見てみ。さっきから三木谷、三木谷って言われてて、確かに超似てる。この距離感で見るとね、もう三木谷さんにしか見えない。あ、違います。楽天の三木谷さんじゃないです。やっぱりその、いじるその、一言が違いますね。ツッコミがすごい。違うのかって言ってる。多分このコメントがブワー流れ取っても、多分絶対お父さんそのコメント拾うでしょう、ね。拾う。確かにね、でも引きで見ると超そっくりなんだよ。振り分けてもいい？やったことないけど。何が？お鍋です。鍋。いや、もう火取ってる。え、でも結局こうやさ、はいはい、徒歩で帰る企画やるの。やる。埼玉まで。そう言ったらみんなの前で。待って。埼玉まで帰るの。今から起きる。はい。まあ大したことない。大丈夫。帰れる。頑張るぜ。これこうやってまずいんじゃない？もうミスだ。この子はあれだよ、ココちゃんって言って、あの、クワッツの配信者だよ。嫁以外抱きたい。みんな、ココちゃん、かわいいかわいいって思うよ。あ、お願いします。ウーロン茶一つと、一つ。これだよな、もっと去年だったらな、もう、緑茶杯、めっちゃいい。あれがちですね、胸ないって、いつも言われるんですよ。レモンサワー。見るし。レモンサワー、ハイボール、C カップあるの？ C カップある。うん、C カップある。うん。アンダーがないから。うん、ごめんね。そう。おっぱいの話うるさいから。オレンジジュース。あと、オレンジジュース。お前ね、今のタイミングがねえか。チラ見して帰るんです。え、でもあります。早い。オレンジジュースで。オレンジジュースで。はい。触りたい。あったよね。いや、おっぱいあるんですよ。あったよね。ある。ちょっと待って、お前、タトゥー入ってんだよ。びっくりした、俺。お前、タトゥー入ってんだよ。すごいな、俺。タトゥー入ってるよ、こうや。え、マジで言ってんの？聞いたわ。え、みんな知ってた？タトゥーじゃないよ。何それ？着るんですか？着たわ。インクですよ。返しは絶望的に面白くねえ。どうしよう。すごか。みんなお皿出して。水かと思った。本当に水。なんだそれ。初めて見たよね。これは違う。あ、本当だ。いやいや。ドレさんは、ドレさんじゃない、和道さんはあの野菜中心。なんで俺とドレさんをちょいちょい間違えるの？今日も会った時ドレさんって言ったよね、俺。いや、なんか、キャラ違いすぎるな。師弟関係ができてるから。野菜とね、豆腐中心がいいです。ありがとう。肉もそうね。肉も食べる？肉も食べるよ。一番脂のちょちょこちょだ。ありがとう。どうぞ。ありがとう。お母さんの体だったら、5割ぐらいで結構大丈夫なんですね。体調は、疲れてるし、悪いとしてる。はい、これじゃないんですか？それ本当はこれなんだよ。ここに指針が出せないと全然ないでしょ。スピード上がるよね。はい、スピード上がる。ああ、待って、熱いってすごい大事ですよ。あ、基本的に出身したことないんで。そうですね。初彦さん、でもね、どれさんも言ってたけど、あれやめた方がいいって言ってたよ。はい。あの、ボディもだ。ねえ。ねえ。あれ、ドランカーになるって本当に言ってる。絶対やめた方がいいと思う。いや、カウンターでボディ入ってる。もうドランカーやからね、価値は。はい。すごい。プロで、あの、日本ボクサー。でも、心ちゃんに強いでほしかったわ。頑張ったんですよ。頑張った。共同作業して。なんでじゃ渡すとしないの？なんで橋渡すんやったの？何だよ。器じゃん、器。どれ。それよりも、まあ、それやわ。なんでお前こうやって元のまあ橋渡そうすんの？あ、うまっ。あ、ほっか、お前は。自信は初めて。初めに近い。はい。初めに近い。だから、あの、岡田さんよりも。でもあのドレさんのあのちゃんことのあのリアトツの旅のやつも面白かった。あのどっかちゃんこと行ったやつ。いや俺はドレさんじゃなくて和道だから。また間違えた。もうさ俺和道だから。なんかさ今普通にもう一回ドレさんって言ったから。
ねえ、人参やば。ごめんなさい。普通に間違えんのやめてくんないもんね。椎茸とお肉しか。さすがにへこむわ。あれキャベツこれ。和道だ。レタス。なんか、日本がやっぱ難しい。やっぱ日本が難しい。今普通にこいつドレさんって言ってたよ。ちゃんこは間違えてた。ちゃんこ間違えてた。いやアメリカ人面白いよ。やめろ。いつもね、なんでか知らないけど、本気で、ね、ボケるつもりないけど、ガチでね、間違えちゃうのよ。メキシコ人じゃない。メキシコ一番嫌いだもん。あれ、アワード来ますもんね。ボディで、ボディで指示ですよ。多分ね、こうやってた時に、我慢した時に、自分でこう、首休めちゃって。そうですね。すいません。もう一杯飲んで、ボンドカノンじゃないですよ。レモンさんは、はい。いやドレさん目の前に俺間違えられたから。ドレさんはドレさんって言うんだけど、和道さんはどうしてもドレさんって言っちゃうね。ゴミさんがコラボしてる。で、この会社のオーナーがゴミさんです。ゴミさん。これさ、配信者のオフ会じゃなくて、向こうの方が格闘家のオフ会になってて、会話が面白いですよね。ずっとボディの内訳とか。すごい面白い。そうやな、めっちゃ正直、今好きな人いるの？おらへん。怖いないの？気になる子もいない。誰？グローブちっちゃいじゃないですか。ガードしても入るんですよね。入るけど自分がもらっちゃうんで。嘘でしょ。一撃で。ちょっと何でもなかった。ごめん、何でもない。ちょっと炎上するわそれ。ちょっとフレンド食わ。ごめんな。こぼれちゃう。ホルモン鍋じゃん。あ、美味しいわホルモン。めっちゃ美味しいわ。ほんまに強いじゃん。嫌いな話してたら、失神されるようにして、めっちゃ怒られへんから、強がないから。耳打ちしてみて、耳打ち。そういう。やっちゃって、お前、ほんま。ワンの、ワンの。ワンの。ワンの。文脈がわかるし。ワンの。何がわかるの？嫌いな配信者。すいませんでしたやろ、あれ。だって嫌いって言ってんの、ワドさんも。こうや。嫌いな。言った？嫌いな配信者は、こうや。じゃあ、こうや。とりあえず、ワドさんやろう。早起き。俺、名前出したことねえぞ、こうやの。嘘嘘。ワド、嘘だよ。やばい。嫌な予感が当たったわけ。それも結構いいじゃん。左右。日本語うめえな。日本語やりたかった。最後ちょっと会長してもしごいるのか。こうや。でもそれネタ。さっきのは冗談やろ。ネタやろ。本気じゃないでしょ。マジ。うわそれはいか。それ今一生懸命な助け舟出したのに壊した。あのこうやこのままだったらいかんと思ってめっちゃ一生懸命パス出したのに全然リベロの能力果たしてない。押されますよ。ハズミチェアンで。
ちょっともう声、声、いかない。ほんまいかない。お前、もうこれ以上酒飲むな。わかった？もうこれ以上酒飲んだらお前ダメやよ。僕が入ろうと思ったら逆に右も入りやがる。ほらー、空気悪くなる。笑いになりやすいと思ってたじゃん。すみません、すみません。すみません、小住さん、すみません。おいーモーションは。ワノさんやろ。ノーモーションだ。大人ですからね。でも俺ガキだよ。もう ちょっと待って。顔が、和藤さんの顔が、一人一人殺しとるような顔に変わってきた。やばい、やばい。それはさ、美味しい。はずみつさん、嘘です。わさびやん。はずみつさん。和藤さんや。なんか雑談しましょうか。雑談ね。あの和道さん的に一番注目カードってスペゴロで。ステゴロ。はい。それ自分以外で。俺自分のカードでもあるんだよ。そう。ここも多分おもろいと思うけどね。バチバチで練習し、練習しとる和道 VS 全く練習しないデルタム。ね。でも、正直、私の一番注目カードはここです。ここを絶対殴り合うからな。バッチバチに。殴り合うっていうか、もう、その、タイプが違うし、その、ね、その、なんていうの、ファイティングスタイルも全部違うから、全部真逆、プラスとマイナスみたいな。やっぱ俺、ヒカル君がどれさんだよ。やっぱメインカード。メインカードは一応、デルさんとポスト。まあな。まあ、一応メインって言われてるけど、リスナーさんの評判ではね。ブニュってなったら、色黒サーフなんですよ。クソみたいなやつで出場が停止になったら、俺はそのクソを消すと思うわ。そうそうそう。レンドさん選手に愛がある。でも、ヒカルさんは、こうや。こうや。こうや。今日は超、こうや。今日は調子悪かったぐらいの。こうや。ほんと。今日さ、ヒカル君調子悪かった方だよね。今日。あ、和藤さん。じゃあ、ヒカル君。調子悪いです。そう。もっともっと強い。だってこの2、3週間寝てないプラス、5日間、練習できたよ。ボックスで、昨日も朝5時まで飲んでて。ヒカル君はもう全然強い。もう強いですよね。今でも強いけど、全然強い、もっと。ね。アメリカ人、こうや止めとけよ、マジで。OK。できる限りはやってみる。こうや。こうや。なんや、なんや、我。そろそろ帰った方がええと思う。帰るって、その、帰れって意味じゃなくて、万が一ね、出場選手のが、ごめんごと起きて、なんかあなた危ないから。セルシャンピオン。だから、普通のジャニーズの決めるのは、ヒカルにお金だけ返して、見て、約束したでしょ。その、俳優みたいなイケメン、オーラはあるよ。なんだろう、わかる。わかる。全然わかる。何て言うんだろう。なんか、その、美形男子じゃないんだけど、ちょっとかっこいいんだよ。だから女の子が、ファンが増えると、ちょっと。あげるとこやぞ。これわかる。なんだろうね、テルチャンピンのかっこよさってね。あげとけ、あげとけ。うま。チビデブ。デブさん。ちょっと待って、デブなのなんで知ってんの？ちょっと、突っ込んでいけない。なんでデブなの知ってんの？お口をめくり。ごめん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 。お口をめくりちゃう。今の編集点で。今の編集点。これ、最後来てないの？連れ出す以前の問題にこうやこうスイッチ入ってるからどうしようかって今すごい慌ててる。なんだ何？お前は入ってくるんだ。なんだよ。こうや。帰る？帰る。お前も帰れ。シシと帰ろ。さっき頼んだやつは私は。帰るわって帰る。もう一回入る。なんだよ。帰る。あと、なんだよ。飲み放題の時間は40分。帰んな。これ誰のくらい？さ、90分って言ってなかった。でも、90分って言って。あの、今の時間で閉めるから、あの、今の料金欲しいって言ってたな。はい。でも、飲み放題の時間は40分まで。飲み放題の時間はいっぱいあるけども、レジが閉めるから、レジの時間を閉めたいから、そのことを伝えたかっていうな。はい。うん、OK、OK。これ誰のくらいだ？
ねえ、こうや、こうや、こうや、好きなの、好き、こうや、大のケータイ、こうや、おい、こうや、おい、ふざけんな、マジで、マジで、じゃあ謝れ、いつもすごいなんか選べ、選ぶ。何を？だから、なんか、うちがいつも一緒に帰るか、ご飯置かれとかいいんですけど、それかここおるか。これ、おるだったらこれ落とす。ね。お前言ってることと今日違う。何が？何がだよ。返せ。何がだよ。返せ。何がだよ。返せよ。何がだよ。返せよ。何がだよ。マジで。じゃあ謝れ。誰に？みんなに。和道さんとか。ごめんなさい。あのうるさいよお前、もう帰ろ、マジで帰ろ、マジやろ、おい痛そうチャンピン痛いよ、痛いよ完全に痛そう、元のどうしよう、マジでお前も出さんかい、やもうお前一人4000円ですから、僕らそうですか、そうですよ、ちょっと、俺のスタイルが止まってきて、中断ります、あ、預かりますよ、これ、これも出張です、出張です、あ、会長、待ってよ、どうも、違うぞ、よかった、ない借りてた、ないです、ないじゃなくて、返してた、お前、今日言うたら違う、返します、そんなに、うわぁ、返してた、いいよいいよいいよ、アメリカ人大丈夫だ、酒の席をあのやめよう、せっかくみんなで楽しんでた、今夜もお前濁すなよ、今のプロレスみんな楽しく飲むためのプロレス、日本で言うプロレス来てくんなくなるぞ、日本で言う今のままザ・バンギクって言って、その収録、うん、あの収録大丈夫 Yes Yes Amen おいてくなよ、ママさん、サレブス悪いのあいつ、この空気を僕は来たくない、関係なくないワードです、もしも、ちょっと待ってください、会長はスピーカーにしない方がいいですか、便所、あ、了解です、まあ、だから言っとくよ、だからとりあえず、あの荒野にあの昨日渡した金は俺あげたやつだから、うん、返してもらって大丈夫だ、優しい、あ、テルに変わります、はいはい、怒られたの、うん、はい、うん、1000円を入れてた3万9000円は、うん、それで返した、うん、そういうふうにやってるのちっくりはしんかった、はい、うん、確かにまたいやいや、なんで俺が怒られなあかんないっすよ、あ、じゃあコウさん選ぶわ俺、はい、うん、はい、うん、OKOK 了解っす、うん、うん、うん、なんで俺が怒られなあかんないっすよ、うん、うん、うん、分かってますよ、分かってますよ、もう僕からフォロー入れてくんで、そうじゃない、うん、よし、お疲れっす、はい、なんで私見たよ、はい、はい違う、配信目指してるもん、でもそこはね、やるよ、なんで俺が来られなかった
なんて言われたの？お前のせいで怒られとんねん、こっち。なんて言われたんだよ。俺がもう配信上でボコボコしとるから、お前の。アメリカ人もこう暴れとるから、その、ってことに影響するから、怒りたい。そこで声を言わない。いなねこいや、ほい。え？MC？ 帰れ。お前がおると殴ってもらうから帰れ。帰ろ。一緒に帰ろ。帰れ。私たちは出場選手じゃないから。帰ろ。で、この影響するから、だから配信上ではやめてくれって言われたから、でもお前ここに掘る限り俺絶対殴ってもらうから、はい。あ、次じゃあやります。金丸さんの2人でやろうかって言って、謝ってから帰る。あ、次ちゃんとみんなに謝ってください。とみちゃん、歌舞伎町のどっかで50人ぐらいいいよ、回線にしてみんなに謝る。皆さん、お前昨日のこと覚えてないの？覚えてます。ああ、お前新やつと金丸はもう絶縁させて、お前がやる、はい、お前が操作したやる、はい、はい、お前ヒカルにも気使わせて、はい、で配信上でやっていいことをやっぱかんことあるから、はい、だからそれを俺も便所から注意されたんだ、はい、だけどお前がここにおる限りは俺もう絶対殴ってもらうから帰る。いや、帰るか、じゃあそっちの席に俺。黙っときます。いやいや、もうおるだけでうっとうしてるから、そっちおるよ。黙っときます。黙っとるだけで、ええか、帰るで、帰れよ、帰ろ、黙っときます、帰ろ。そこにおるだけで腹立つから、もう帰れ、帰ろ、帰れ、帰ろ、一緒に帰ろ。いいじゃないの、だからもう最後まで一緒にいて、こう、とりあえずみんなであと解散するからね。謝れてる。すみません、皆さん。すみません。俺は大丈夫だけど、大丈夫だけど、もうやっぱり配信上で面白くしたいのかわかんないけど、反抗するんだからさ。だから、金梅さんレベルの、あの、最後に、散々めちゃくちゃにして、笑いに変えるぐらいのレベルだったらいいけど、お前じゃ無理だ。はい、失礼しますよ。シャレになってないでしょ。はい、金梅さんはシャレにできる。弁護は俺に対して言い方も腹立ってきたから。なんて言われた？やめてくんないって言われたから、配信上で殴るの、あの、荒野を、あんな、あの、仮想配信者に引っ掛け回されて、煽られて、殴るのやめてくんないって言われたから、それに対しても腹立ったから、だからお前がもうけじめとる、帰れ。それで丸く収まるんで帰れ。嫌だ。帰れ。だから青山とあの和道さんをガチ切れするけど。和道さん。あ、そうです。そうです。席替えしろ。あ、それがいいと思う。席替えつつも多分もう出るし。もう出るし。会計済ましたもん。あ、だから。向こうだよ、まだまだ。あ、そうなの。カルコチ、来よ。俺は動きたくない。ねえ、来い。俺は動きたくない。考えた話どうなったの？東京の方。
自分もともと大阪で最近撮ってきたんですよ、はい、大阪の近くに。どうなったんや、聞いとんや。話したがいとるの、お前に言うとんじゃ。なあ、まあ、ここ来い、とりあえずここ来い。ここ来い。あろうか。じゃあ、ここの、じゃあ俺の膝の上行く。大変だ。じゃあ、ゆいよ、女の子来る。嫁だからって。それに引かれる子でもいい。そうそうそう。こう重なって全員重なっていく。だから金梅さんのためにやっぱ会長さん来てくれたら、俺は金梅さんの接待して、会長さんのね、そうですね、やっぱね接待。どうやマドさん、今いいじゃん。俺の話。会長さんって何年ぐらいやってたんですか。どめだったんだろう。すごいですね。16、パスワード長っ。特に厳重なんだよ。ダメだ。はい。ブランコやったらダメ。帰るぞ、お前。いや、帰るぞ、言ったんだよ。いや、いや、いや、すいませんでした。すいませんでした。今日もね、言ったんだよ。ちゃんと話すなら返したら、話すんだよ。人にって話大きいんだよ。大事なのよ。あ、やべえ、バッテリー切れる。お前なんかないけど、はい、何話すの。何話すの。何話すの。はい、花火二つありがとう。え、なんで和道さんの枠で俺が叩かれなきゃいけない。なんで叩かれなきゃいけないの。ちょっと待って、あなた配信者でしょ。なんで俺の枠で叩かれてるからって俺を詰めようとする。それも違うから。だって全然なんか何も映ってないし、奥田さんにそれ筋違い。ハイボールください。なんで叩かれてるんですかって俺も知らねえよ。飲みもいけるよ。はい。飲みもいける。ハイボール。ハイボール。ロッチャーハイ。ロッチャーハイ。いいじゃん。佐野が全部悪いってことでさ。佐野が全部悪いんだよ。飲み物です。飲み物がラストだ。ラストだ。ラストだ。ラストだじゃないよ。会計が終わってね、まだ飲めるよね。はい。飲めんの、飲めんの。飲み物はまだあと30分くらいだ。え、食べ物がラストだ。食べ物がラストだ。え、飲み物ラストだです。え、飲み物ラストだ。飲み物だ。はい。あ、でもまあ、ヨンちゃん、ヨンちゃん2つお願いします。なんか40分残ってる。あ、じゃあハイボール2つ。90分前はラストだです。20分前だから。あ、すいません、あのハイボール2つと緑茶ハイ2つで。飲むなぁ。あとカルピスソーダ。カルピスソーダ全部佐野が悪い。ハイボール2つ。全部佐野が悪い。これなんであんなことするの。あと、すいませんじゃなくて、なんであんなことするの。あとオレンジジュース。オレンジジュース、はい。あ、いや、まあそうだろ。いや、まあそうだろ。2回か。混ぜそうですね。でも配信でもコッパとしてくれば。いやいやいや、それはいやいや、それはじゃなくて、そっちで行ってみたいもんね。そう、すいません、じゃあ待って。オレンジジュースと、オレンジジュースと、ハイボールが2つと、こちらが2つ。多分、あったりです。それね、そんなことないな。あ、いや、前には残ってる金で全部払うか。残ってるかも、全部払うかは分かってきた。ああ、そうだったじゃん。勝手に行こうぜ。君切られた。あ、覚えてくれました。もう何でしょうね。そうだ。すいません、話が悪いことない。すごい、言ったな。話が悪いことない。下水顔してるだろうな、俺今。すいません。ずっと、怒った一回で。怒ってないよ。アメリカ人いいって。アメリカ人は、荒野はガキなんだから、やめて
や、怒るのと叱るのと違うから違う、もうエンタリーやん。多分言っても聞かないんだよ。あのね、叱ると怒るは違うのが分かるんだけど、あのアメリカ人の優しさも分かんねん。分かるけど、あのこいつも言うたらわ悪いけど、そのアホやん。アホやから、アホにこのガーってやっても意味ないよ。だから、あのね、もう返して、こうやん。チャンピンぐらいの感じが一番ええんて。まあでも、あの多分周りの人は離れてくるんですよ、この状態だと。はい、自分が気づけよ。でも、配信者の先輩として、お前、和藤さんとかの意見を出して聞いた方がいいよ。はい、すいませんでした。あの、この中でも、でも俺は思うよ。でも、チャンピンさんも、確かヒカル君も確かにめっちゃ大手やで。でも、はい、ツイキャス、日本やったらめっちゃ怒るかもしれんけど、ツイキャスとフワッチのノリは、はい、確かにすごい今。でも、ニコ生の出身の和藤さんの勉強もし、ほんまガチした方がいいよ。はい、ニコ生をガチで勉強した方がガチですごいから。はい。潰されるよ。ニコ生でそのノリって。笑うとこやね。ゴーヤが閲覧のは、自分で任せてくれるんですか。みんなの周りの集まりに緊張して閲覧任せてくれるだから。はい。何、はい、なんか俺、すげえ晒されたよね、はい、今。謎の持ち上げ屋が入ってすげえ恥ずいたね。リスナーに嫌われるぞ。ありがとうございます。いや、初今のなんだろう、すげえ恥ずかしかった今。わかるけど、ボレ君な、なあれと思ってこちらへ。こちらでお願いします。大丈夫か。お願いしますってなんで。お願いします。おのれお前、あれだ、おめえ筋通さんかって。じゃあアメリカ人もう言い過ぎやねんて。お前もアメリカ人、アメリカ人言い過ぎ。筋通すってなんで。アメリカ人キャラ壊れてる、キャラ設定。マジで、あのアメリカの国が筋とかわからへんから。マジで。ハイボール、ハイボール打つと緑茶杯打つとこっちよ。アメリカ人がガチであの国籍のことがあの忘れて日本語喋ってどうすんの。失礼しました。アメリカ人。アメリカ人。もうすいません、1回でいいの。はい、すいませんでした。ゴーヤ、でもゴーヤもそうやけど、俺たちアメリカ人も謝らなあかんて。そこで手出したのあかん、そこは謝ろう、お互い謝れ。ごめんな、うん、あかん、はい、こちらこそ、すいませんでした。こちらこそじゃなくて、ゴーヤもゴーヤで、そのお前さんに言わなあかんやん。はい、これ帰ろう。だってアメリカ人が怒るのないねんから。はい、帰ろう、とりあえず。はい、は今から帰ろう。いえ、こうやってこうやろ、チャンピン乳首ガーンとして。ありがとう。すいませんでした。帰ろうかな。お前何そんなんやろ。おい もう知らん、こいつ。お前ほんま知らん。お前何笑っとんねんって。上じゃん、上脱げ。もうマジか。なんで？お前この状況よ、フェードアウトして笑ったな、こってして。ゆうちゃん上の家。ゆうちゃん上の家。いやや。お願いじゃないよ。お願い。上の家。いいでしょ。まあ、枠切ってからだと。うん、枠切ってからやったらやってもいいらしいから。実際さ、荒野が私が初めて外配信してた時にリアトツマーチして、荒野とまあ他2人
エイメンって人とノリスケって人は今日クラブした人が来てくれたから、そのリナ猫とはリアトツしたことあったけど、男で初めてそのリアトツしたのは荒野が初めてだから、ちょっとなんかこうなんて言うんだろう、ちょっと違うのよね。年上に見えるから、年上に見えちゃうから敬語使っちゃう。見えてないけど、目の前ではとんでもないことが起きてるから、とんでもないことが起きてるから、もうなんか想像でするから、もうわけわかんないから、いや正直な心境言ったら、俺めっちゃこんなする気がちゃうかもしれない。見せたら多分なんか心ちゃんどんぐらいに心ちゃんに見られて乳首立っとるわ。なんなら俺さっきから和道さんの冷たいきついわ。見せねえよ。すごい。お前ら何しとんねん。見せないよ。絶対見せないよ。行くぞ。退散するぞ。退散するぞ。この空気は長尾さんもだけど、お前ら何してんって願いやばかったわ。もうや。お前も寝るぞ。寝るぞ。行くぞ。しないとなりそうだ。こうやはよ。俺別に何もなんで。いやいや着よ。服着よ。なんかも。二人とも A 体験してる。二人とも A 体験してるけど、俺和紙は赤パンやからめっちゃ恥ずかしいわ。ヘイズリー。そのタラコであんな強かったんだけど、それにもびっくりしてるんだけど、すごいこのタラコ、あんないいパンチ打ってて、こんな体だったんかい。いや、打ってませんね、打ってませんね。あの、自分のトラウマがこれなんです。なんでそんなこと言うの？乳首なんで。なんでそんなこと言うの？なんで乳首の気配じゃん。見てよ、左手なんだ、ちょっと待って。ちょっと腕伸ばして。左手。何やってん？何やってん？これ何なの？入れた、本当に。青山さんの真似やってるん、これ左手見して、マジック。もう入れる、いや、もう入れる、終わった、お前。え、そう、ガチ入れろ。やばいって、マジで言ってる、ガチ入れろ。これはやばい。え、なんだ、何これ。ゲソゲソ、おい、練習後の俺の脇匂い。今日、今日入れた。どうなん、え、やったほんま。そうじゃない、今日入れた。これガチもんやね。これは違うよ。いやいや、これガチもん、ガチもん。っていうか、っていうかさ、私と大阪先輩、配信映ってないのに体張りすぎやん。いや、これ映したら和道さんがあかんから。あ、そうか。そうだよ。まあでも、心ちゃんも行く。心ちゃんも映すよ。いや、それはね、そこは覚悟で。いや、俺さ、ゆいゆいも映すわ。それはちょっとないわ。ちょ、なんでそれの言い方しないの。そこ乗るとこやろ、違う。謝って。ごめん。俺が謝るの。で、こうや、俺の脇によって。うわっ。ちょ、何の意味俺の脱いや。うわぁ。なんで靴下キキララやん。キキララちゃん。じゃあ、僕はそろそろおいとまします。皆さん、ありがとうございました。閲覧1670、すげえな。1700。いや、ワドさん切っちゃダメだよ。え、ダメなの？セブンが裏で、荒野をネタにしてるから今。え、なんで？
300、閲覧 300? 持ってっちゃ、持ってかれるから今荒野を、あー、ギリギリまでっちゃダメってこと、持ってかれるよ、だから和道さんは今、閲覧を取ってない。何分前に切ればいいんだっけ。あんま怒らない。え、3って何分前だっけ。え、今日じゃないの。今日俺2位でしょ。え、リスマン俺何位だっけ。今日2位だ、2位でしょ。だから普通に金ちゃんも行けたんだよ俺。もう来ていいし。今あれ、吉井さんが1位や。え、吉井さんが1位や。いやいや、最近ね、ルール変わったんだよ。リスワンルール変わったよね。5分前でも大丈夫だよね。1分前でも大丈夫になったんだよね、確か。15分前じゃないですか。15分前変わったんだよ。確か5分前。5分前になったよね。多分大丈夫だよね。今切って。59分だよね。今切って大丈夫だよね。オッケーオッケー。切るわ。お疲れ。ありがとう。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。